はい、本村信子君。はい、日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。まず昨日に引き続き国籍法の3条3項の問題について質問をさせていただきたいと思います。で、参考人 の近藤先生のお話では、ほとんどのケースで党の本人である子どもは認知が偽装であることも知らないし、国籍の不正取得の意図もないと。で、認知が事実に反することについても何も責任を負うことができない立場にあるにもかかわらず、突然父を失い日本国籍も失うと。で、子どもが一番の被害者なのに一番の非難の対象となり、最も大きな不利益を被る、こういうふうにおっしゃっておりました。この子どもというのは18歳未満の方だけではないと思います。近藤先生の資料の中にも20代の方のお話もありました。やはりこうした理不尽なことに対して、人道に反することに対してしっかりと日本の国として、日本の政府として対処することが必要だというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。葉梨法務大臣。各党の質問者に対してすべてお答えしている、その通りなんですが、やはりですね、先ほどご質問あって、日本政府は国民に対して、国民というか、そういった無戸籍の方もそうなんですが、温かい竿が求められているという中で、帰籍自由もなくてですね、そして生活もしている、それから教育も日本で受けているような。子どもといいますか、20歳以上の方も当然含むわけですが、そういう方が不利益を被らないようにしていくということは、私どもの責任だというふうに思っております。はい、本村信子君。はい、それを前提としてお伺いをしたいというふうに思います。で、大臣、その無国籍の方を出さないために国籍法の8条4号というところを例として出されておりましたけれども、その8条4号のところはですね、まず日本で生まれということが前提になるわけです。で、日本国籍の男性と、そして日本国籍以外の女性のケースで外国で生まれた子で、その後ですね、その日本国籍の男性が認知をし、その後日本に来て、その子どもさんも日本に来て、その後認知が事実に反するとなって無国籍になった子どもさん、その成人も含む子どもさんはどういうふうに救済していくのか。外国で生まれた子も救済するべきだというふうに考えますけれども、大臣、お答えをいただきたいと思います。葉梨法務大臣。8条の4号を申し上げましたのから、あくまでこれ簡易の帰化ということです。それ以外の方にも国籍法に基づく要件が合えばですね、帰化という道は、国籍を取りたいということであれば開かれております。それからやっぱり無国籍という状態を解消するということはものすごく大事なことです。ですから、日本国籍を必ず取らせるのか、あるいはもともとの国の国籍のままでいていただいて、日本で暮らしていただくのか、そこら辺のところは個別の事情によろうかと思いますけれども、いずれにしても、先ほど言いましたけれども、帰籍自由がない場合、生活も教育も日本で受けられているというような方、これが不利益を被ることがないように、いろんなケースは考えられますが、しっかり個別の状況に応じて対応していきたいと思います。本村信子君。引き続き日本国籍を取って生きていきたいというふうに希望される方へのしっかりとした手厚い支援が必要だというふうに思っております。で、国籍法3条3項で国籍を失う人だけの問題ではなく、その人の子供、その人の孫なども国籍取得の要件を満たさなければ国籍を失ってしまう可能性がございます。で、国籍を失う、効果を訴求させることは影響が大きすぎるというふうに、これはこの権利利益に反するということも考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。葉梨法務大臣。
まあ、この点につきましても、最前来、答弁をさせていただいておりますが、遡ってですね、国籍を失わせるということについては、これは今の現状の規律ということでございます。ですから、ただ、子ども、孫、実は昨日も議論あったところなんですけど、お子さんとかお孫さん、ここら辺にも影響があるということは、ただ、ここは血統主義と例外的な出生地主義、そこの哲学的な議論との絡みになってくるんですが、お子さんとかお孫さん、特にお孫さんなんかの場合は、遡って失わせると8条4号の対象となることも、簡易帰化ですねということも非常に多いだろうと思います。日本で生まれて、しかも無国籍 の方の子供であるというそういったこともですね、しっかり活用して、そこら辺のところが変な影響が出ない形をしっかり作っていきたいと思います。本村信子君。はい、支援をされて、近藤先生もそうなんですけれども、弁護士の方からお話を伺いますと、窓口に行って、制度を知らない職員さんがいると、この8条4号さえも知らなくて、無理だと言われて返されてしまうというケースがあったそうです。で、この支援されている弁護士の方々、あるいは支援者の方々と、ぜひ、膝詰めでですね、すべての皆さんを救済できるようなフローチャートのようなものを、やっぱり支援者の方々が一番具体的事例が知っていて、レアケースも知っている、そこもこぼれ落ちないようにですね、ぜひフローチャートのようなものを各窓口に置いていただくための膝詰めの、そうしたことをやっていただけないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。葉梨法務大臣。昨日も私、近藤先生のお話、拝聴いたしましたけれども、必要があれば私自身もお会いすることは全くやぶさかではございません。またそういったフローチャートもですね、しっかり検討していきたいと思います。本村信子君。ありがとうございます。ぜひ支援をされている弁護士の方や支援者の方に会っていただいて、実効ある救済策を取れるようにということをお願いしたいというふうに思います。で、この昨日もですね、議論がありましたけれども、この無国籍の発生の防止と解消というのは国際的な要請であるということで、無国籍者の地位に関する条約や無国籍の削減に関する条約は年々締約国が増えていると、参考人の方の資料にもありました。で、国連の難民高等弁務官事務所は2024年までに無国籍者をゼロにするキャンペーンを行っております。で、親子関係が無効となることによる、国籍の喪失を定める国籍法を、持つ国は通常無国籍となる場合には国籍の喪失は生じないという配慮をしているという指摘もございます。こうした措置を日本も取るべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。葉梨法務大臣。そういった制度的な対応については、現在の国籍法が血統主義と例外的な出生主義を取っていること、そこの例外ということになってまいりますので、今現段階ではなかなか制度的な対応というのは難しい面があるかな。ただし個別的な対応はですね、しっかりやっていきたいと思います。本村信子君。罪のない子ども、成人を含む子どもに対してですね、国籍を剥奪しないことを強く求めたいというふうに思います。で、もしもですね、一旦無国籍になって、改めて国籍を取得するとしても、帰化するということにしてもですね、子どもさん、成人を含む方ですけれども、子どもさんが国籍を取得したり、帰化の手続きを一人ですると、あるいは、そのご家庭でするというのは、困難がつきまといます。ですので、無料で支援する施策を講じるべきだというふうに思いますし、法務局がですね、最後まで支援をすると。で、法務局が同行支援ですとか、アドボゲーターの、
役割を果たすことなど支援策を強化することが必要だというふうに思っております。でまた法テラスも使えないというふうに近藤弁護士もおっしゃってたんですけれども、今は弁護士さんが支援をしているんですけれども、日弁連の皆さんの弁護士の方が会費を出してそれで基金を作って少しの弁護士費用を肩代わりする制度があるんですけれども、しかしそれはほとんど持ち出しだというお話もございました。で無国籍の、になってしまう方の支援をする弁護士の方をはじめ、支援団体個人がですね、安定的に支援ができるように家賃ですとか人件費ですとか交通費ですとか通信費ですとか運営費などが賄えるようにしっかりと国が支援を行うべきだというふうに思いますけれども、大臣見解を伺いたいと思います。葉梨法務大臣。どこまでというのはなかなかこう段階を追ってやっていかなければいけないところはあるだろうと思いますが、まずはですね、この法務局に対してその取り扱い の徹底、これは私どもからもいろんな形の留意事項ということを出させていただいておりますが、これもしっかりやっていかなければいけないと思います。弁護士会、法テラスとの連携ということでは、これ無国籍とまた対応はちょっと違うんですが、今回旧統一教会の関係で法テラスの霊感商法の窓口、そういったものも充実をさせていただきました。そしてこれからですね、予算も関わる話ではありますけれども、私ども法テラスの民事法律扶助体制、これはしっかりと充実をさせていかなければいけないし、また弁護士会の皆様からもこの件に関してもし機会があればですね、どういうことがお困りなのかということもお聞きしていて行きたいと思います。本村信子君。はい、ぜひ支援をしていただきたいというふうに思います。で無国籍になります と不法滞在になると、で退去強制の手続きに入るということですけれども、特別在留特別許可がですね認められる前は必ず不法滞在の期間が、できてしまうようなことを伺っているんですけれども、不法滞在の期間を作らないように結局法務局と出入国在留管理庁が連携すればできるわけですよね。ぜひ連携して不法滞在の期間を作らないように、そうしないと働いていた人は辞めなければいけない、正社員、あるいは非正規かもしれないんですけれども、働いてて辞めないといけない、もう人生がめちゃくちゃにされてしまうということになってしまいます。働き続けることや健康保険証の問題もありますので、ぜひこの法務局と出入国在留管理庁がぜひそうした連携をして、不法滞在の期間を作らない配慮をしていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。葉梨法務大臣。先般も答弁させていただきましたが、法務局、それから入国管理庁、これの連携、情報交換、非常に大切だと思います。また併せて関係省庁とも 連携した取り組みをしていきたいと思います。本村信子君。よろしくお願いいたします。私どもやはりこの国籍法の3条3項私どもも削除するべきだというふうに考えております。ぜひ今後も議論していきたいと思っております。で今度は無戸籍 の問題について質問をさせていただきたいと思います。本会議でも質問させていただきました。 DV の前の夫から逃げて離婚手続きが長引き別の男性の子を産んだ場合前の夫の子となるというようなものでは、やはり出生届を出すことができずに無戸籍になるということに関して質問させていただきました。でその時の大臣の答弁は、本改正法案では全部の子と推定される子については全部のみならず子及び母にも否認権を認めることとしており、否認権が適切に行使されることによって無戸籍者問題の
解決が図られるものと考えていますと述べられました。で、DV 夫から逃げて、そして生活も困難を極めている母親にとって、嫡出否認の訴えを起こすことはかなりハードルが高いというふうに思っております。で、この嫡出否認の訴えができるといっても、実際に使うことができないハードルがあるということであれば、やはりこの無戸籍の問題は解決できないと、解決には遠いということになってしまうと思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。葉梨法務大臣。制度的にはさっきも申し上げましたけど、嫡出否認の訴えを母も子もできるようになりますし、また施行前の方についても施行後1年は訴えることができるということなんですが、まず制度が知らないということであったら、まずは訴えることはできません。それから訴えるためには一体どういうようなことをですね、法律知識、これも持ってなければいけない、そこの相談に応じる体制をしっかり作らなければいけません。そしてさらには費用のことも心配されている方非常に多くございます。ただ法テラスの無料法律相談、あるいは裁判の立て替えですね、裁判費用の立て替え、これについては4人家族で月収29万以下、それから財産が300万以下ということで、かなり多くの人が救えるようになっている、このことすらですね、やっぱり知られていないということ、これはやっぱり問題だと思っています。ですからそういう制度を本当に利用しやすい制度があるんだということをしっかり周知徹底をしていく、さらには我々としても体制強化のためにどういうことができるのか検討していく、そういったことをしっかり進めていかなければいけないと思います。本村信子君。はい、住民登録をするということで行政サービスを受けられるということですけれども、対外出生届を出すことによって行政サービスとつながるということになってくるかと思いますが、その出生届が出されない中で行政サービスと結びつくことが困難になる、困難を抱えている方がますます困難になるということをどうしても避けなければいけないと思っております。で、子どものですね、個人の戸籍を創設するということが必要だと私は思っております。で、熊本市の慈恵、熊本市がにあります慈恵病院がですね、内密出産をされました。で、その子どもさんは子どもさん単体で戸籍を職権で、熊本市さんの職権で作ったということを聞いております。それはもちろん法務省の皆さん方と相談をしてそういうふうになっているわけですけれども、やはりそれは子どもの権利利益を考えて、子どもの利益があるからこそそういう職権で単体の戸籍を作ったのだというふうに思います。現行でもこういうふうにできるわけですから、先ほど挙げた DV ケースなど、こういう時にはですね、そういうことで対応していただくということはできないでしょうか。葉梨法務大臣。内密出産、それから先ほどもお話のありましたいわゆる記事、こういったケースについては、戸籍法上職権で市町村長が戸籍を作ることができるというのはもうご指摘の通りでございます。ただ先ほど民事局長からもご答弁させていただきましたけれども、戸籍というのはですね、やっぱりその身分関係をしっかりと公的に認証して登録するというような性質を持ってますので、母親が明らかである、さらにはお父さんというか推定される父がいるというときに子ども単独の戸籍を作るということには極めて慎重に対応しなければいけないのではないかと思います。本村信子君。で、先ほど の寺田議員の議論では、無戸籍でいるか作るかということで、どっちが子どもにとって利益になるかということをお答えにならなかったんですけれども、現場の熊本市さんは単体で戸籍を作っ
ることこそが、やはり子どもの利益に、即しているということを判断されたのだというふうに思います。やはりこういう現場の判断も尊重して、子ども単体のですね、戸籍を作るということも、ぜひ前に進めていただきたいというふうに思っております。で、無戸籍者の、方が1万人という数字も出ております。それは調停を年間500件ぐらいあると、この無戸籍に関わる。で、それを20年積み上げると、大体1万人だという計算のようですけれども、こうした無戸籍に関わる調停ですとか、裁判の事例を検証、分析し、支援に結びつける必要があると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。じゃあ民事局長お願いします。金子民事局長。はい、これまでも法務省におきましては、無戸籍者問題の解消のために、無戸籍者ゼロタクスクフォースを設置するとともに、法テラス、弁護士会等関係機関との連携のもとに一人一人に寄り添い、戸籍の記載に必要な届け出や裁判上の手続きが取られるように支援する寄り添い型の支援、取り組みを実施してきたところでございます。委員ご指摘の観点も踏まえて、引き続き無戸籍状態の解消に向けて可能な支援を行ってまいりたいと考えております。本村信子君。じゃあ、調停と裁判の事例の検証はやってくださるんですね。以前聞いたらまだやってないという お答えでしたので。金子民事局長。調停裁判の事例というのは、これ、多く家庭裁判所で扱われている事件だと思います。法務省といえども簡単に見られるようなものではございませんので、どのような形で、検証していくかという問題は、今後、別途考えていかなきゃいけない問題だとは思いますので、そういう点も合わせ考慮しながら、どのような形での検討ができるかは、今後、不断に検討していきたいと思います。本村信子君。はい、ぜひやっていただきたいんです。刑法の、性犯罪刑法の場合も、なぜ不起訴になったのか、起訴になったのかとか、刑事裁判とかではあるんですけれども、そういう分析をしていただいてますので、できると思うんですけれども、ぜひやっていただきたいというふうに思います。で、この、無戸籍の問題についても、メディアでも報じられていますけれども、自治体の行政の窓口で、それはできないというふうに返されてしまったりですとか、そういう実態がございます。行政の窓口の研修を強化するということと同時に、今日も傍聴されておられる支援者の方がいらっしゃいましたけれども、無戸籍の方々を支援する団体、個人が安定的に支援活動が続けることができるように、先ほども、無国籍の問題でも申し上げましたけれども、家賃とか人件費とか交通費とか通信費とか運営費などの全面的支援が国として行うべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。葉梨法務大臣。先ほど無国籍ということで、お話し申し上げましたけれども、この無国籍と比べて無戸籍の場合はやはり数がすごく多くなってきます。ですからその意味では先ほども申し上げましたけれども、自治体の窓口等の連携ですね、これは非常に必要だと思いますし、最前答弁をさせていただきましたが、自治体の窓口を通じてですね、いろんな団体の方々とも情報をやはり、こちらとしてまず把握をするということが必要ですから、いろんな形で情報をいただきながら支援を、の検討ですね、これをしていきたいと思いますし、先ほどのように法テラス、これにおける民事法律扶助、これの強化、とかですね、そういった関係団体等々との連携、これを進めることで無戸籍状態の解消、これにしっかり対応していきたいと思います。本村信子君。子どもさんが不安定な状況
心理的な負担、こういうものがかからないようにですね、ぜひ引き続きこの無戸籍の問題についても法務省としても全面的に支援を行っていただきたいというふうに思っております。次に着室の問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。11月1日の本会議で着室という用語は家督制度、家督相続のもと正当な血統かどうかという差別的な概念で用いられてきたと。でこの着室推定制度と戸籍の制度を根本的に見直すべきだということを質問させていただきました。これに対して大臣の答弁は、具体的な立法事実や国の意識等を踏まえた検討が必要だと。で法令用語については社会情勢の変化等を踏まえ見直しを要するものと考えており、法務省としては引き続き検討を進めてまいりますというふうに述べられました。で引き続き検討ということですから、今までもやってきたし、これからもやっていくということだと思いますが、この検討というのは具体的にどのようなことでしょうか。葉梨法務大臣。用語について申し上げますと、着室子と着室でない子、これについては最高裁もかつてはですね、相続なんかの不利益等ございましたので差別的な取り扱いがあったんですけれども、取り扱いとしてはもう全然差別ではないですから、用語としてじゃあ差別かというと、確か答弁をした覚えがございますけれども、必ずしもそうでもない。ただしその用語が本当に適当かどうかということなんですが、ただですね、この着室子というのを推定によって親の子とした子どもとしても後で着室否認の訴えということで一律推定、そういうような形で定義することもなかなか難しいところもございます。あるいは着室でない子というのを例えば認知とか着室否認の訴えにより子とされた子どもとしても、これもやはり過不足がどうしても生じてしまうということもございます。ですから、今回ですね、ここのところは用語としては着室子という用語を使わせていただいたわけですけれども、いろんなご意見を踏まえてですね、どういう切り分けが可能なのか、もしかして委員の方からも何らかのご提案がありましたら、ぜひご提示いただければというふうに思うんですけれども、本当に社会情勢の変化、これに応じてこういった法令用語については国民のしっかり理解が得られるように普段の検討をしていきたいと思います。本村信子君。はい、差別のない子という表現ですとか、そうした差別的であるというふうに正当な血統かどうかというようなことを言われないような表現にぜひしていただきたいというふうに思っております。でこの個人の尊重の観点から、この着室制度、そして戸籍の制度を抜本的に見直すべきだというふうに私は思っているんですけれども、ぜひそのための研究会ですとか検討会開催をしていただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。葉梨法務大臣。まずこの 法律をぜひご審議の上、成立をさせていただきたいと思います。そして親子の関係あるいは家族の関係については、またこれまた親権の議論等々も含めまして、現在法制審議会でこれはまた今並行して議論をしている。ですからそういった中でですね、まさにこの利益を図る観点から普段の検討を進めていきたいと思います。本村信子君。はい、ぜひお願いしたいというふうに思います。で最後に選択的夫婦別姓について伺いたいというふうに思います。本会議でも求めさせていただきました。で法務省としては引き続き積極的に情報提供を、コンセンサスを得ていただくため、法務省としては引き続き積極的に情報提供を行ってまいる所存ですというふうに大臣は本会議で答弁をしていただきました。でコンセンサスを得るための法務省の情報提供というのはどういうものかお示しをいただきたいというふうに思いますし、やはりこの選択的夫婦別姓は人権の問題であるという認識にぜひ立っていただきたいというふうに思いますけれども、大臣いかがでしょうか。葉梨法務大臣。
まず情報提供としては、法務省としてですね、まずホームページ等において、積極的広報を行っているわけですが、その内容ですが、平成22年、これに政府において準備した法案の骨子、あるいは現行法、それから選択的夫婦別氏制度に関する戸籍の記載例、こういったものの情報を提供しています。平成8年ですか、法制審の答申がございました。その内容について、一般質疑の中でもご議論ありましたけれども、私どもですね、答申というのはしっかり踏まえなければいけない、その上で国民のコンセンサスをしっかり得なければいけないというふうに思っておりますので、これに加えて、さらにアンケート調査ですね、国民に対するアンケート調査の内容、できるだけその判断の材料をですね、しっかり提供していきたいというふうに考えています。本村信子君。はい、選択的夫婦別姓は人権の問題ですから、たとえマイノリティであってもですね、人権でしたら救済しなければいけないということになると思います。ぜひそういう観点からも進めていただきたいということを強く求め、質問とさせていただきます。ありがとうございました。これにて本案に対する質疑は終局いたしました。これより議論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。内閣提出民法等の一部を改正する法律案について採決をいたします。本案賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって本案は原案のとおり可決するべきものと決しました。この際、ただいまの議決いたしました本案に対し、宮崎雅久君ほか4名から自由民主党、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党および国民民主党無所属クラブの共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から